勝利おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの試合、得点シーン振り返ってみていかがでしょうか。はい、自分の得意なプレーはスピードを生かした縦突破なので、サイドチェンジが来たら、まあ、自分でドリブルをしてクロスからシュートを打とうと思っていて、でもシュートコースが空いていて打って決めることができてよかったです。グループリーグ1位で突破ということで、はい、次は準決勝になります。意気込みをお願いします。はい、相手は自分たちよりも強くて難しい試合にはなると思いますが、粘り強いプレーで勝利を目指して頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。